ノアの審判続きからやっていきたいと思います。前回の続きで、まあ結構煮詰めてきたよね、犯人候補も。で、まあね、メンツ疑われてるメンバーが今のところダニエル、ルー、アルバ、ジョー、ハヤテで、あと一人今容疑者から外れるんじゃないかってソフィアが言ってて、ハヤテが外れるんじゃないかな。シーリンと行動、あればノアと行動、実質、でも実質に行ってるタイミングがあるかな。その実質に行ってるタイミングに、まあ確かに殺せないこともないから、で、ジョーでしょ、で、アルバ、ザリオと行動、ジョー、ノアと行動、実質。でもみんな実質の時間があるんだよな。22時15分がちょうど届けに行った時間だもんね。あー、ディーラーとして参加、リザーに酒をかぶったためバスルーム、ダイニング片付け、シリン付き添う、実質。ダニエルじっとポーカー観戦、ハヤテとバスルーム、ノアに合流、シリンに付き添う、ハヤテ行動、実質。あれ誰だろうちょっと話見ていこうか。実質の時間は殺人を起こせる時間だしな。またかよ。今度は誰だ？ルーよ。あ、ルーが大丈夫なんだ。ルーはアルコールが苦手で、ほとんど飲まないわ。いや、被ってるからそれはないんじゃないか。昨日の夜だって、ルーがお酒を飲んでいるところ、私見てないもの。なるほど。あー、なんかこれルーっぽいぞ、犯人。なんか、ここでそのなんか、お酒飲まないから僕は候補から外れるっぽい雰囲気、ちょっと怪しいぞ。シーリンさんの衣装をするには、酒を飲んでいなくてはいけないので、お酒の飲めないルーさんは除外されますね。でも丸かぶりしてるんだよな。そっか、確かに昨日はお酒ほとんど飲まなかったな。まあそもそもこの子に人を刺すような度胸があるとは思えないけどね。私もルーは犯人ではないと思う。ん？おー、来た。ならルーは除外ということでいいのか？そうなるのか？あ、誰だ？あ、リザ。リザ見てるからな。どうかしたかい、リザ。変ね。何か違和感があるのよ。ルー、あなたは本当にお酒を飲んでいなかったかしら？うん、ほとんど飲んでないよ。シーリーンに出すお酒を試飲したりはしたけど、ルーの言っていることは本当よ。私の見ていた限り、ルーはお酒を飲んでいないし、触れてもいないわ。その試飲ってどれくらいの量だ？まさかボトル1本とかじゃねえだろうな。うん、もうそれ本飲み。シーリーンじゃあるまい。飲んだとしてもせいぜいグラス1杯だろう。その量じゃ、大酒豪のシーリーンになりすますことはできないな。ってなると酒を飲めるやつじゃないとダメって言うけ。え、やっぱルーじゃねえか。だってそこまで酔っ払うほど飲んでるやついなかったもんな。だったら一番怪しいの丸かぶりしたルーになるよね。あれ、これはもう。シーリーンさん、かなりお酒の匂いがしますもんね。どうかしたかい、ノア。ねえ、ダニエル、今のみんなの発言の中で、何かおかしいところない？君はどう思うんだい？これ多分ルーの丸かぶりぶつけるんだ。あるかな？違和感。そうかい、なら。うん、カードで指摘だね。やってみるよ。よろしく頼んだよ、マイマスター。待て。お酒を飲んでない的な発言にぶつければいいのかな？ほとんどお酒を飲んでいない。よしに出すだけ試飲した。まあこれはいいでしょ？ルーン言ってることは本当。飲んでないし触れてもいない。多分これかな？量はせいぜいグラス一杯。その量じゃ大酒豪のシーリーになりすますことはできない。かなりお酒の匂いがしますもんね。多分だけどソフィアのにぶつければいいと思うんだよな。飲んでないし触れてもいない。触れてもないってのが嘘だからな。怪しくなってきた。ちょっと、ルーさん？これどういうこと？ルーか？ドキドキしてきた。ソフィア、今の発言。事実とは異なるところがあるの。え？私、何か変なこと言った？うん。
今あなたはこう言ったよね。ルーは昨晩お酒に触れてもいないって。うん。そうだけど、違ったかな。これを見てほしいんだけど。あ？床？ダイニングの？ダイニングの床がどうかしたのか？見たところ、この床に変なところはありませんね。何もない、とても綺麗な床です。うん、今はね。でもこの床、昨晩あることがあって汚れてしまっていたの。あること？まさか。そう、びっしゃびしゃになったからね。いたたたた。あ、大丈夫、ルー。お酒の匂いプンプンさせるんだったらさらにこれの方が有効活用されてるしな。うん、なんとか。ああ、何やってくれてんだい。せっかくのワインが台無しじゃないか。ごめん。うん、そうなんだよ。あの時ルーは転んだ拍子で頭からお酒をかぶってる。床一面に広がるくらいの大量のお酒を。あ？なんだと？何やってんだお前、もったいねえ。そこ？触れるとこそこなの？そういえばそうだったよ。ごめん、謝られても。なるほど、私も思い出したわ。違和感の正体はこれだったわけね。たとえお酒を飲んでいなくても、あれだけの量を頭からかぶればしばらく匂いは取れないだろうね。ということはつまり、ルーにも変装は可能だったというわけか。おっしゃ、ルー、ようこそこちら側へだぜ。なんで喜んでんのこの人。はあ、やっぱりこうなるんだね。つうわけで、容疑者はやっぱり俺たち5人ってことだな。まだやっぱ絞れないか。そうなるかな。他に除外できそうな人もいないからね。まあ、しゃあないわな。で、次はどうするの？わからない。話のネタはひとまず尽きたわよ。誰か笑いを提供してくれるかしら。一人ずつ、私が尋問してやろう。やめろ。誰かが吐くまで容赦はしないよ。とんでもないこの人。全員好きな方法でいたぶってやる。理不尽すぎる。なら次の話題は、好みの拷問方法で決まりね。ダメダメ。どんなニッチな思考座談会だ。話題はあんたたちじゃなくて、ノアが決めるべきだ。確かに。そうよ、リザ。進行役はノアなんだから。あまり私たちが出しゃばっちゃダメよ。私たちも完全に潔白ってわけではないんだし。ほとんど白だと思うけれど。まあそうね。ならノア、話題の提供、あなたに任せたわ。そうだな。じゃあもう一度、みんなのアリバイについて整理してもらおうかな。アリバイか。確か、フローラが亡くなったのは22時から6時までの間って話だったよね。その間の自分たちの行動を整理すればいいのかな。なるほど。いや、その情報は古いよ。これまでの、話し合いの内容から犯行可能時間はもう少し狭めることができるはずさ。うん、そうだね。フローラが殺されたのは22時よりももっと後のはずだから。もっと後？シーリンが脱いだタイミングか。具体的にはどの時刻でしょうか。今までの話し合いの内容から犯行可能時間はこの時刻まで狭められるはず。ポーカーが始まった時刻、シーリンがペンダントを手放した時刻。ああ、これかな？でもシーリンがペンダント手放した時刻なんて証拠にあったっけ？ちょっと見た。なんもね。そんな証拠はどこにもない。ハヤテかな？合流シーリンとポーカー対決。まあ、23時から0時。このタイミングになるのかな？まあ、こっちか。シーリンがペンダントを手放した時刻だな。シーリンがペンダントを手放した時刻から遺体が発見された6時までが犯行可能時間になるはずだよ。あ、確かにそれもそうですね。フローラさんの部屋にシーリンさんのペンダントを持って行ったのは犯人さんという話でしたからね。さっきから気になってたんだけどよ。お前のその犯人さんって言い方どうにかならねえか？つまりそのペンダントをシーリンが持っている間は犯人さんは犯行に及んでいないということになるな。なんでアルバそこで犯人さんになった？ほら、おっさんにも映っちまってんぞ。シーリン、みんなシカトしてるハヤテのこと。シーリン、そのペンダント、いつまで手元にあったか覚えてる？そうだね。もうかなり脱ぎ終わったとこだよね。待ちだ、まだ終わってないよ。私は、
まだ脱げる。ちっちっち、ご期待に添えなくて残念だね。どっちも違うよ。もうここでペンダント脱いだね。何時頃だったかな。私が脱ぐのはこれさ。ノア、リザがこっちに来て一緒にハーブティーを飲まないかって。え、嘘、まだ終わってなかったの。もう0時になっちゃうわよ。ってことは0時か。確か0時前だったよ。それまでは持ってたね。間違いないよ。となると犯行可能時間は0時から6時までか。おお、かなり絞れてきた。かなり絞られたな。そうね。じゃあ犯行可能時間も絞られたことだし、その間のあなたたちの行動を教えてくれるかしら。おっと、誰？ジョ、待て。0時から6時までだと？それなら俺には犯行は不可能だ。何？俺は23時から3時半までずっと書斎にいたんだ。ちょうど0時頃にアルバもやってきたから、それは証明できる。おっとっと、本当？アルバ。ああ、私も0時から6時まではずっと書斎にいたからな。ジョーとアルバが外れそう。ジョーは確かに3時半頃までは書斎にいた。おお、その後3時半から遺体を発見する6時まではダイニングでずっとシーリーンと共にいた。これ外れますね。つまり0時から6時までの間、俺には完璧なアリバイがある。うわーと、今度誰？そいつはナンセンスだでしょ。どうしたどうした急に。何がだ？ずっと書斎にいただ？そんな長く書斎にいられるわけねえだろ。あんなとこいたら息が詰まる。それはハヤテの感情論だから。こいつの証言は嘘だぜ。もうめちゃくちゃだよこの人。ちょっと、私たちとあなたを一緒にしないでくれる？怒られた。私は何時間だっていられるわ。私は5分でも無理だよ。うん、もうそれは人による。ハヤテ、間違いない。ジョーはずっと書斎にいた。私が証人だ。もうハヤテのカットイン何の意味もなかったか。畜生、ダメか。まずいな。また容疑者減少の危機だぜ。なんか焦ってる。ん？どうしたんだい、ノア。あのね、今のハヤテの意見を聞いて思ったんだけど、アルバとジョーって、ずっとは一緒じゃなかったよね。ん？そんなタイミングあったか？あ、いや、確かに一緒だったが。俺も、間違えた。俺を信用できないっていうのか？ううん、違うの。だって、ん？シーリン、アルバを連れてきたわ。ああ、そっか。あったな。怪我した時だよね、シーリンが。何事だ？アルバ、よかった。シーリンが肩が痛いって。肩脱臼したやつか。もう大丈夫だ。動かしてみなさい。ははは、ほんとだ。戻った、戻った。楽しそうだね。ゴンゴンゴン。何？もう1時なの？あ、そうだよ。そういえば。昨日の夜、脱臼したシーリーンをアルバが直していたよね。私が部屋に戻る頃だから、確か時刻は1時間前。あら、偶然。犯行可能時間の真っ最中だわ。な、ジョーも入ってきた。アルバが席を外している間、君は書斎に一人。あるいは犯行現場に一人。ふざけるな。あんな一瞬で犯行は不可能だ。アルバが席を外したのって、どれくらいの間だったの？アルバ、すぐ直しちゃったからね。だいたい5分ぐらいかな。5分は無理そうな感じだよな。しかもだってシーリンの衣装を取りに行くタイミングも必要だしな。ほら見ろ、そんな短時間で犯行は不可能だ。あれでもジョーってどのタイミングまでいたんだっけ？待って待って。シーリンとコードアルバの後行動を実質、ダイニングへ酒を取りに行き書斎へ。あー、このタイミング、この23時のタイミングでシーリンからお酒、服を持っていった可能性があるのかな。確かに難しいかもしれません。犯行だけでなく、シーリーンさんの衣装を借りてそれを戻す時間も必要ですよね。うん、書斎からダイニングまで10秒、ダイニングからみんなの目を盗んでシーリーンの衣装を回収するのに30秒。ざっくりとした計算始まった。ダイニングから人目につかないところまで移動して衣装を身につけるのに40秒、そこから A の部屋までで10秒、フローラを呼び出してチェーンを外させるまでに30秒、犯行後衣装をすべて取り外すのに40秒、そこからダイニングまで10秒、衣装をさりげなく床にばらまくのに20秒、そこから書斎に戻るのに10秒。すごい細かい計算。
ここまで必要な時間は3分20秒。フローラを刺すのに1分40秒もあるわ。いやいやいや、すごいな。鎖の箱から脱出する大道芸人並みにハードじゃねえか。さすがにこれはジョー疑いすぎだよな。でも絶対に不可能ではないよね。ジョーって手際良さそうだし、なんかヘイトがジョーに向いてきた。待て、それだと俺がその時間ダイニングに行ったことになる。ダイニングにいた人間の中で俺の姿を見たってやつはいるか、いないだろう。確かに。そう言われれば見てない気がするけど。というか、誰がいつ入ってきたかなんていちいち覚えてねえな。あの時はシーリーンが騒いでいたし、みんなそれに注目していたものね。いや、でもあまりにも、運ゲー任せの計画すぎるんじゃない？それ疑ってく？悪いけれど、誰かが黙って入ってきても気がつかないわ。そんなの反則だ。俺はやっていない。俺とアルバは0時からずっと書斎で一緒だった。その時間俺たちに犯行は絶対に不可能だ。お、ジョー、ダメだ。これについてはお互い正直になろう。な、どういうこと？どういうこと、アルバ。確かにあの時間、私とジョーは書斎にいた。だが、改めて考えてみると、ノアの指摘した通り、ずっとではない。リザに呼び出された時もそうだが、他にも私は書斎から数回席を外している。酒を取りに行ったり、用を足しに行ったりした。それはジョーも同じだ。そっか、じゃあちょこちょこ空白の時間があるわけか、二人には。その時間私たちにアリバイはない。あれば、あんた余計なことを。じゃあその間は。だがお互い席を外した時間は全て数分だ。そうだな、アルバ。まあ5分程度だな。だから、俺には犯行は。その5分でギリギリ犯行は可能だってさっきリザが証明したじゃないか。あんたも往生際が悪いね。そういう男はモテないよ。やめろやめろ、そういう話。だが、諦めろ、ジョー。私もお前も書斎にいた時間については完全なアリバイとはならない。そうだぜ、ジョー。早くこっちに戻ってこい。なんで嬉しそうなの、この人。怒ってる怒ってる。くそ。ミスリードでな、そのままなんか疑われてこの館から追い出されるとか嫌だもんな。まだまだ話は煮詰まっていないからな。一応聞いておくけれど、彼の他に、該当時刻、自分にはアリバイがあったと証明できる人はいるかしら？いなそう。あと、アリバイが成立している人の中で、一緒にいた人が少しでも席を外した時間があれば言ってほしいわ。なし。とりあえずいないみたいね。なら話を元に戻すわよ。何の話をしていたんでしたっけ？確か5人それぞれの0時から6時までの行動を整理するんじゃなかったかな。そうよね、ノア。うん、そうだね。しっかり説明しなさいよ。あなたたちを裁くのはノアなんだから、プレッシャーえげつねえ。それと最後に自分の犯行可能時間を明言すること。客観的によ、いいわね。てか、なんでさっきからこいつが仕切ってんだよ。なんかわかんねえけど、ムカつくぜ。我慢して、この時は。もうしょうがない。はは、よろしくね、みんな。じゃあみんなのお話聞いていくか。商人の証言。じゃあまずは僕から行こうか。僕は0時から部屋に戻るまでは常に誰かと一緒だったよ。ハヤテとバスルームに行ったり、シーリーンの付き添いをしたりしていたかな。その後ジョーに少し面倒なことをお願いして部屋に戻ったのが3時30分。面倒なこと、わあお酒か。それからノアに呼び鈴を鳴らされる5時半頃まではずっと部屋で寝ていたよ。だから僕の犯行可能時間は3時半から5時半までの間の2時間ってことになるかな。以上だよ。次はあれば話してくれるかい。私は0時から6時まではずっと書斎に、かんだ、書斎、はい、書斎にいた。ジョーとしばらく一緒だったが、先ほども話したようにお互い席を外した時間が数回あった。時間は5分程度。その間私に犯行は可能だ。ジョーは3時半頃にダイニングへ酒を取りに行くと、
言ったっきり帰ってこなくなったから、ジョーと一緒だったのはそれまでだな。また面倒なことを頼まれたのだと思って特に気にはしなかったが、そこからは私一人。ああ、いや、5時半頃にソフィアが書斎に来たので、そこから6時までは、私にもアリバイがあるな。つまり私の犯行可能時間は0時から5時半までということになるな。次はルー、いいか？うん。僕はポーカー対決が終わった0時頃からシーリーン、リザと一緒にいたよ。でもさっき話してたみたいに転んで頭からお酒をかぶっちゃって、それが1時くらいだったよ。その後急いでバスルームに向かってダイニングに戻ってきたのは1時30分くらいだったと思う。それからハヤテのお皿洗いを2時ぐらいまで手伝ってて、2時からはダニエルと交代してシーリーンに付き添っていたかな。その後ちょっと面倒なことがあってダニエルと困ってたんだけど、面倒なこと、ちょうどいいところにジョーが来てくれて、それを引き受けるって言ってくれたからジョーに任せて部屋に戻ったよ。面倒なことってお酒のことだよな。それが3時半くらいで、だから僕の犯行可能時間は1時から1時半までと3時から、3時30分から6時までってことになるね。これで終わりかな。それじゃあ次はジョーに回すね。俺か、もうほとんど話したが、俺は0時から3時半までは書斎にいた。アルバが証人だ。それで3時半頃ダイニングへ酒を取りに向かったんだが、そこでルーたちから面倒なことを頼まれてな。すごい面倒なことって言われてる。そこからはずっとシーリーンと一緒だった。俺の犯行可能時間は0時から3時半までということになるが、犯行に使える時間は5分くらいしかない。ジョーは外していい気がする。最後は俺だな。俺は0時からダニエルと一緒にバスルームにいて、ダイニングに戻った後はノアとダニエルに髪を乾かしてもらってたんだ。やってたね。その後部屋に戻ったのが多分0時40分くらいだな。そんで1時過ぎにソフィアに部屋から引きずり出されてしばらく説教されて、そっからはずっとダイニングで皿洗いと片付けをしていたぜ。ルーたちも一緒だったな。その後は確か3時半くらいにジョーが来てダニエルたちに面倒なことを押し付けられてたのを見たな。俺は無視してダラダラ片付けをしてたけどよ。で部屋に戻ったのが4時くらいだ。そこからソフィアたちに呼び出される6時くらいまではずっと寝てたぜ。だから俺の犯行可能時間は部屋にいた0時40分から1時過ぎと4時から6時までってことだな。以上、マスターに返すぜ。なんとも言えないんだけども、はぁー、ハヤテのこのバスルーム、これを鳴らしっぱにしてたからソフィアは怒ってハヤテ呼び出したんだよな。で説教したんでしょ。でお風呂つけっぱ事件やったのがバスルームだ。この0時から0時40分の間にバスルームに設置して、いやー、ハヤテ怪しくなってくるかな。この証拠がちょっと気になるんだよな。ハヤテでもな、動機が全くわからん。まあちょっとよくんでっか。なんだか頭がこんがらがってきました。私は最初のダニエルの話でもう眠たくなってきたよ。早い早い。メモを取ってみたけど、証言が食い違ってる人はいないわね。そうね。それぞれの主張する犯行可能時間も間違っている人はいなそうだわ。ノアさんは何かは分かりましたか？犯行可能時間は皆さんにあったみたいですが。何か気づく？ノア、どうかしたの？うん。その犯行可能時間の前に気になることがあって。気になること？どれだ？うん、さっきからみんなが言ってる面倒なことって何？お酒のことじゃない？シーリンとの。違う？あれ？そこの女に聞いてくれ。え？シーリン、何か知ってるの？面倒なことかい？ああ、そうだね。心当たりはあるね。何したの？なら早く話してちょうだい。なんていうか、昨日は私、ちょっとだけ酒を飲みすぎてさ。ほら、酒を飲むと出るだろ？その、腹が、え？それで、腰巻きを取り付けようと思ったら意外ときつくてたね。まあそういうわけで、
無理やり引っ張ってつけたら壊れちまったのさ、後ろのホックが。え？まあ私は別にこの最高のスタイルを見せつけてやれるから腰巻きはなくても平気だったんだけどさ。ダニエルもルーもちゃんと直して着ろとうるさくてね。そういうこと？当たり前だろうが、目に毒だ。ああ、またそうやって。なんだって？いや、これが面倒事だったってことか。おてき酒付き合わされた話かと思った。僕たちが困っていたところにちょうどジョーが現れたから衣装を直すのをお願いしたんだ。ってなるとそのタイミングで衣装を受け取ってるのか、ジョーは。おっと？彼はいつもソーイングセットを持ち歩いているからね。ああそうだ、ダニエルの言う通り俺がその場で直した。ああでもその場か。ついでに彼女の酒に付き合わされる羽目になったか。なるほど、面倒なことの正体が判明しましたね。でもそれって何か事件と関係があるのでしょうか。面倒なことか。ジョーがシーリーンの衣装を直したこと、何か事件と関係あるのかな。え、関係ないと思うんだけども、あるのかな。あ、待てよ。あ、いや違うか。ワンちゃんジョーが眠らしたのかなと思ったけど、4時間夢を見なければならない。3時半から6時だもんな。あん、4時間以上経ってるからそれはないか。4時間じゃない、4時間以内だもんな。4、5、あん、絶対違うわ。え、関係ないんじゃねって思うけど、この流れは関係あるのか。だってその場で直したんだよね。関係ないでいいと思う。あー、やっぱり事件とは関係なさそうだね。合ってる？違う？あれ合ってるっぽい。そうかしら？私は大いに関係があるのと、あると思うのだけれど。え？え？シュウヤン気づけてない？ずっと気になってたのよね。彼女が衣装を着た時間。ああ、そういうこと？ああ、そっか。さらに時間が絞れるってことか。ってなると、3時半頃にやっと来たってことか。だったら今度はさらに犯行可能時間が3時半までに絞られるわけか。なんだい？どういうことさ。関係あるよ。ジョーがシーリーンの衣装を直したことと、みんなのアリバイが。あ？アリバイですか？うん。だって腰巻きを直したってことは、シーリーンはその時点で、脱ぎ捨てていた服を着たってことでしょ？は？ん？それがどうかした。おいバカ、忘れたのか。犯人はお前の衣装を着て犯行に及んだんだぜ。お前が服を着た時点で犯人に可能、犯行は不可能だろうが。あ、そういうことかい。シーリン、ちなみに服を直してもらった後、衣装は全て身につけたのかしら。ああ、装飾が欠けているとかはなかったね。3時半以降に犯行は不可能だとしたら、犯行可能時間が大幅に短縮されるね。0時から3時半までの3時間半。おや？そうなると一人、その時間にアリバイがある人物がいるね。ちょっと待ってくださいね。今メモを見返します。誰だっけ？わかんなくなってる。0時から3時半までにアリバイがある人物は、アルバかな？ちょっと待って、待って。0時から3時半までの間。違うな、アルバではない。0時から3時半までの間。あ、ルーか。ルーだな。皿洗いを手伝う。酒を歌うとバスラウム。あ、ルーだね。ルーはずっといた。ルー以外はみんなやっぱちょこちょこ抜けてたんか。あ、そっか、ジョーはもうダメだろ。ああやって。ダニエルとバスルームへ。あ、実質行ってるもんな。あ、じゃあルーだわ。ルーだけ外れる。ダニエルは付き添う。バスルーム行ったタイミングが、まあ、でも多分ルーだと思う。これ違ったらどまい。多分それは、あ、違った。ダニエルだった。そう、僕だね。俺間違えた。嘘、俺ルーだと思ってた。あと行動、ポーカー完成。ハヤテとバスルームへ。あ、一緒にいるんか。チリに付き添う。ダイニングで早く立ちと行動。シュウヤンやばいな。え、でもルーはポーカーリーダーとして参加。リザのお酒フォロー。酒、あー違ったわ。酒をかぶったらバスルームがあった。あ、ごめんなさい。ここにこれあったわ。そりゃそうだ。じゃあこれもうダニエルしかいねえわ。はい。
違う名前を言われそうだったから食い気味に来たぞ、こいつ。ってことはダニエルは外れるわけだ。確認したところそうですね。その時間はダニエルさんにだけアリバイがあるようです。ダニエルは3時半まではずっと誰かと一緒にいたからね。ノアを送り届けるので少し席を外したけど、すぐに戻ってきたし。ということでダニエルさんが一抜けです。おめでとうございます。まあ嬉しいことなんだけど、何そのテンション。そうだね。それじゃあここからは高みの見物と行こうかな。ついに容疑者が一人減っちまったぜ。残り4人。ひとまず整理をすると、ハヤテさんは0時40分から1時過ぎまで、ルーさんは1時から1時半まで、アルバとジョーさんは0時から3時半まで、この時間それぞれ犯行が可能だったことになります。ここから犯人を絞り出すのにはまだまだ時間がかかりそうね。でも見事な成果じゃない。5分の1が4分の1になったのよ。無作為に選んでも 25% の確率で犯人に命中するわ。運ゲーになっている。無作為に選ばれたらたまったものじゃない。他に何か手がかりはあるかな。容疑者を絞れる手がかりとか。手がかりですか。どうでしょう。もう全部話し尽くしたような気もしますし、全然話足りないような気も。とりあえず何でもいいから話せばいいんじゃないのかい。今までだってそのおかげで新しい情報が出てきてここまで来れているじゃないか。何でもっつったってよ、何を話せばいいんだよ。そうね、あまり事件とかけ離れたことを話していても時間の無駄でしょうし。ノア、あなたは何か彼らに聞きたいこと、話してほしいことはある？聞きたいことか。そうだね。それならとりあえず自分は犯人ではないってことについて話してもらおうかな。なるほど。根拠は何でもいいから。己の自己主張をするってことね。明暗だ。ノア、話し合いらしくなってきた。それじゃあ容疑者諸君は元気に情熱を持って彼女に無罪アピールといこうか。君たちの主張に何かおかしな点があれば彼女のカードが飛んでくるから気をつけてね。ダニエル、さっきまで静かだったのに。自分が容疑者から外れた瞬間、意気揚々としやがった。羨ましい限りだ。犯人ではないことを主張すればいいんだな。なら、俺から行くぞ。わかった。大丈夫。きっと確実に進行に近づいているはず。真相な、今進行って言った。みんなの意見、しっかり聞こう。ここからだな。みんなの証言聞いてってどうなっていくか。じゃあちょっと区切りもいいし、今回はここまでにしましょうかね。まだまだ話は煮詰めていく感じになってきました。シュアンな、ミスリードが多かったな。ここ見てなかったのもな、ダメだったな。これじゃあシュアン、関係のない人を殺してしまうところでしたね。アルバ、ジョー、ハヤテ、ルー。ルーが一番怪しくなる。いや、ハヤテか。ハヤテだよな、今。今んとこ瞬間的にハヤテが怪しいのかなって。これが、たまたまハヤテは鳴らしただけだったのか、わざと鳴らしたのかがわかんないんだよな。いや、もうこのメンツで残ってるのが、で、もうしかもさ、動機が全くわかんないっていうのがまたすごいよな、このゲーム。どう繋がっていくのかすげえ気になるわ。はい、もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録してくれたらとても嬉しいです。他にも気になる動画がございましたら、シュアンの再生リストをチェックしてみてくださいね。一体この事件誰が犯人になるのか楽しみです。それではシュアンでした。またね。